おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷香奈です。さあさあ、新年の幕も開けました。今年もね、よろしくお願いいたします。いきますかね。はい。初夢に関しまして、縁起がいいと言われてるのは、一富士、三鷹、三夏日。なんか、これ、徳川家康にまつわるみたいですね。<ー>うん、なんか、富士山の見えるとこで大きくなったとか、うん、鷹狩りが好きだったとか、 あそうなすび、うん、も好物だったとか<ー>なんかそういう家康伝説が結びついたということですが、はい、まあ初夢に限定してしまいますとね窮屈だろうと思いますがかなさんは夢見ってのはどうなんですか結構いろいろ見ますけれども、うん、例えばこう昼のニュースを読んでいて生放送で、うんうん、速報が入ってくるんですけどその原稿が。うん 昔のこの古文の文字で書かれていて全然読めないとか、はあ、なんかそういうやっぱり脅迫観念っぽい夢は多いですはああなたも際どい夢見るね怖いですよえっとあ,のあれはどうです入学試験は試験の夢はあんまり見ないあすねあだから成績いいんだね見ますか40代の頃も試験の夢見ても仕方なかったなへえ 試験会場に間に合わないと、はい、書いても書いても卒論が OK にならないとか<ー>そういうの本当<ー>にねもう今でも覚えてるんですか学校名まで出てくんだ俺へぇ筑紫ヶ丘高校福岡の人はあちょっつって聞いてらっしゃる方多いと思う筑紫、はい、ヶ丘に行きたくてね<ー>そこに行けなくて、はい、ちょっとランク落としちゃうんだけど、はい その筑紫が丘高校へ向かう。その坂道を登ってる夢を見るのよ。それで間に合わないのよ。へえ<ー>。うん。あなたはその、それだけ。夢ですか。うん、あとはなんか、トイレに閉じ込められて、生放送に間に合わないとか。うんはい、はいはいはい。よく仕事絡みが多いって。生放送多いんだね。はい。あとは昔お付き合いしていた男の人が、うん。うんうん いっぱい出てきたりとか、な <laughs> んで,でだろうなと思うこともありますけれども <laughs>、はあ、いろいろ見ます。私あのその頃その四十代から五十代の頭の人生の中ではね、カワイハヤオっていう人がいらっしゃいまして、これは人はユング派の心理学者の方。この方の本をねもう夢中で読んだことあったな。その中で思ったのは。 あの、人生には何度か季節の変わり目のような幼年期が終わって少年になる。少年が終わって思春期に入る。思春期が終わって青年になる。青年が終わって中年になる。中年が終わって老年。人生の色合いっていうのがあります。その人生の季節の折に夢を見るっておっしゃるんだ。で私40代の時すごかったでしょあの、 その試験の夢が。はい、あの、40代前後の方、この、もし番組お聞きでしたら、試験に落ちるとか落ちないようを見ることそれはあなたが成熟しているかどうかを試す人生の試験のイグザムの時期に入ったと。<ー>リテラシーと同じく今もまた一瞬英語を。<laughs> <グザ> <laughs> 小池ゆり,子りに使ってしまいましてそういう試験機に入ったということで <laughs> <ー>人生があなたを試そうとする時こういう試験の夢を見るという,うん何の脈絡もございませんがこの間内田達郎先生の本読んでて「はい、エロスは外から来る」って聞いて俺やったら感動したな外から来るうんとある女性を見て性的に興奮するじゃん それは内側の性が反応してるのかなと思ったら、うん、性っていうのは絶えず外側からやってくる。あの、例えば不倫した時にさ、はい、不倫したってけなすじゃないその人の内側の倫理を。けなす若い娘に手出しちゃってとかって。手出したのはその人じゃないのよ。エロスがその人に手を出したのよ。すみません、それはちょっと言い訳っぽくないですかもうこの話題は変えましょう。<laughs> なんか言い訳してるとしか思えない。いやそういうい あの、言われた方がピタッと身にはまる。というのはね、花ね。はい、何十年かするとね、もう俺もうその時期に来てんだよ。何十年かすると、その人を好きになった理由がわかんなくなってくるんだよ。うん。なんであの人があんなに好きだったんだろうって、うん。わかんないのよ。うん。うん、自分がした恋なんだけど、自分の恋と思えなくなってくる。ほうそれもズバリ言うと、奥さんとよーく考えると、なんで結婚したかわからないんだ。<laughs> だからそれを外からやってきたっていうさ俺じゃなかったって決めたのはそういう理由づけで自分を納得させようとしてるってことじゃないですかそうとしか考えられないんだよだって <laughs> 本当に人間の命ってそう簡単に一つの答えで割り切れるようなものじゃないんだよ死んで皆さん嫌な目つきで見るんですよ <laughs> またうまくまとめるな <laughs> このじじい我が身をかば <laughs> とにかく明日からちゃんと夢の話にしますんで <laughs>、はい、この次また明日のまな板の上で <laughs> 武田哲也今朝の三枚おろしおはようございます武田鉄矢ですおはようございます水谷佳奈ですえー、私は本当にも恥ずかしいことでございますが今はそうでもないんですけど若い頃は巨乳が好きでございます <laughs> 好きでした <laughs>、はい、巨乳が大好きでムングムングしたいっていうのがあの渦巻くあの私の情動でございました激しいえところがですね私忘れもしません忘れない夢ってありますよね41歳の時に海外のベッドで見た夢でございますがマレーシアでなんと巨乳が私の胸についてたんでございます <laughs> 夢ですね夢です,夢ですはい、はい、びっくりしました、えー、でパンパンに貼ってんですよそれで触ってみたんですよねす夢の中で感触ってのはあるんですかその時はありましたね、はあ、たっぽんたっぽん入れてました、はあ、ええーね、でなんで俺は乳房を持ったんだろう巨乳を持ったんだろうっつんでいろんなユング派の本フロイトも探してみたんですがはい 私は最もユング派の夢判断を採択したんですけど、はい。金さんさん、何だと思うこれ。ええー。胸に、それはただのスケベ心だと思うんですけど、心理学的にはどうなんでしょうか心理学的にはですね、えー、その父で誰かを育てなさい。お前はそういう年齢に達したんだよ。 胸にちぶさを持つ男となれ。魂の。魂の胸に乳を持て。何がヒヒヒだよ。<laughs> さあ、人の不思議さに入っていきましょう。眠りの不思議さは、ぐっすり眠るためには、入眠の直前には、脳が眠りを拒否するという、そこを刺激しなければならない。はい<う>。これは何というかと言いますと、スリープフォト、フォトビゾンドン。 フォビドンだ。ごめんなさい。フォビドン。フォビドン、ンってことですね。<あ>フォビドンじゃないですかね。あ,あ、そうか多<分>も。もう一回言ってフォ。スリープなんとかフォビドン。はい。それです。はい、睡眠禁止ゾーン。はい、そこを体験しないとよく眠れない,という。はい、これ前には、あの、年が明ける前に <laughs> 話したことでありますが、はい、眠るために絶対必要なのは、 眠るまいという心理。寝てはならないという心理。なぜかというと、そういう脳内物質が人間はでき、あの、出てるそうであります。16時間も覚醒を維持したわけであ起きておったわけでありますなで。その時にその覚醒を維持し支えたのが、オレキシンという脳内物質。はい。これが、その、眠らせなかったわけではい。で、眠たくなってくると、これが、 ものすごく頑張るんですって。眠るんじゃないなんでお前、あくびなんかこいてんだよ眠るんじゃないはい。で、ガーッとお歴キが出尽くしてしまうと、その瞬間が落ちるがごとく眠る一瞬なんです。はい。ですから、この、スリープフォビ。フォビデュム。はい、それです。はい。そういう時間を持つように。 睡眠禁止時間。だか,かなり前言ったけど、私はほら、あれだ一番興味ある本を読み、読みたくなる。えー、あの、眠る何分か前に。はい、そう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 。あれの続きどうなったんだろうって思いながら広くときワクワクしてるの。んあの、漫画でも単行本で読むとき、あの、一番面白いやつを撮っといて、眠るときに読もうと楽しみに撮ってると、うん、表紙を見ただけでカクっていくの。 なんかわかります私も好きな DVD D を DVD D の映画を部屋で見てこれ見てから寝ようってすごい楽しみにしてる映画なんですけど見てるうちに寝ちゃうんですよ。それと同じような感じかなと思ってこのオレキシンというあの眠りをこらえるというのが弱くなるとあのナルコレプシー突然ー昼間でも眠ってしまう、えー、運転中でも眠ってしまうというような病になるわけでこのオレキシン。 これをうまく使うような生活習慣を持つこと、はい、これがとても大事だということを覚えておいてくださいね、はい、そして入眠時間を決めたら前倒ししないこれはもう本当にそう思う最近九時半にベッドに入って十時には眠ってるっていう案外なんですが、はい、明日早いからといって八時半に眠ったりするともうガタガタになっちゃうあ、そうなんだやっぱり明日どんなに早く起きなければならないにしても 入眠の1時間半から2時間が大事だということを前提にしておけばその4時間5時間になっても大丈夫でいつも通りという<ー>眠りというのは習慣化しないとよくなりませんよということですね。はい、ですから一番眠るために大事な条件は退屈すすることだそうですほう。 分かります、うん、それはやっぱり一週退屈という眠りの条件が揃っているからでしょうね、はい、さあ次はですね「明日は」でありますけどもよく目覚めるというこっちの方を注目してみたいと思います、はい、この続きまた明日の毎年の家で何言ってるか分かんねえ <laughs> 武田鉄矢「今朝の三枚おろし」 おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷加奈です。あの初夢ですね。初夢で。はい。ただ、あの初夢に限定してしまいますと、夢の方がし,しぼんでしまいますんで。初夢判断としながら、も夢判断やって、いるわけでありますが。はい。最初の方行ったっけ、もう去年のことなんで、ぼ,ぼんやりしてるけど。あの、俺、夢に悪いって言ったじゃん。はい。でも、いい夢って、あんまり見なくないですか?そうなんだ。そうなんだ。うん,だうん。 えー「最高の睡眠」という本をネタ本にしておりますあスタンフォード式「最高の睡眠」という3マーク出版ですね、うん、この本自体が割と説明が細かすぎまして中途で訳が分かんなくなってしまう読者としてはそういうあれなんですけどでまあ白い読みだけで皆さん方のお役にやつあの立ちそうなところだけ よく眠るためにはよく目覚めなければなりませんよ。その目覚め、覚醒のスイッチは光と体温で決まります。特に光は脳活性化に直結していて、この光によって脳内ホルモンの全てが調整されます。そのために必要なのが体温なんですと。激しい汗をかくと体温が上がり、発汗による熱、抗酸が起きて、体温よりさらに下がってしまいますんで。 逆に眠くなってしまうちょっと早足ぐらいがいいのではないだろうかということですなはい、はい、あの同世代の方16時間覚醒というのは加齢とともにかなり難しくなってくるというふうにスタンフォード式最高の睡眠ですね認めております昼飯の後えー、おっため、ね、もう眠たー よく皆さん食べた後はうわ眠気襲ってきたっておっしゃりますけどんそれは何かこう仕事したくないがための言い訳じゃないかと私は思うんですが本当に眠たくなってんですかうもうジジイの背中をムチで打つような若い人のご意見ですね <laughs> ありがとうはい眠くなるんだよそうかうんこれは一説にはですね消化のために胃腸へ血流が行くので 脳に行く血が減って睡魔が襲うというようなことを言いますけども、はい、これは皆さん嘘だそうです<え>、えー、脳血流っていうのはものすごく大事な血流なんで一番に確保されてるという,うこれ実はあのー、昼飯後の検体はですねこれ眠気じゃなくて正体は倦怠感だけはいかったるいだけだそうです眠気気じゃないんだ、うん、この気だるさは 血糖値が上がりオレキシンなどのえ覚醒物質の活動ほらあの起きてろっていうあれがねこれなんかこう食欲が満たされることによって一旦ギュッと押さえつけられるらしいのよ。だけどやっぱ俺これ以降からねあの割と気にするようになった。 えー、同世代の方私は今年の春にもう古希に達しますけども、はい、あのどうしても眠くなった場合は眠っていいと、うん、ただし20分以内、はい、それを3時までギリギリよ本当のことを言うとお尻起きに20分ぐらいは OK だけど3時過ぎたらもう眠っちゃダメなんだ。 あのおやつ時,の3時です、ね、うんうんうん、はい、そういうこと、はい、それやるとまた夜の睡眠が不揃いになっちゃうんだうん絶対にお昼過ぎ3時までに20分間ぐらいはいでこれあの30分未満の昼寝を習慣として持つ人は昼寝を全くしない人に比べて認知症発症率が約7分の1少なくへえ<ー>うんだから あのちょっと昼寝する人っていうのは認知症の確率がぐっと下がるんだけど、はい、1>, 1時間以上昼寝する人は認知症が2倍高くなるえー、そうなんですか。うん、だから一番<ー>あもうこれ本当に安全な意味合いで仮眠は20分。うん、へこれがいいらしいんですね。わかりました。その辺まあこれあのかなりね あの大きな統計の取り方なんでもうすぐ発病とかってそういうことじゃないんですけどもむやみに昼寝をする方というのはね、うん、とあるふるさとの先輩であのお母様がなんか眠れない眠れないっておっしゃっててあのひどく悩まれていた先輩がいたんですけどね。はい もううちのばあさんがもう90超えとんだけど眠れない眠れないして夜中に騒いでな、うん、俺は働きに行くからもういいんだけどなんか女房がやっぱだいぶ答えてってはいで病院行ってこいして行生かしたんだけどお医者さんから薬も何一つもらえなかったってでだって聞いたら母親に聞いたら昼寝で2時間ちょっとしてるんだってうん。 それだけにら十分ですよって言われた。はい、やっぱりこうリズムっていうのは大事なんだなうん、うん。というわけでございまして、この次また明日のモネートの上でおはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷かなです。ちょっとあの街角の声、な、何気なく聞いてしまうだろうはい。あのね、俺、とある方の本読んでて、すごい、 ショックというか、いいことだなと思ったんだけど、あのね、年取ってくるとね、意外と人が許せるようになってくるんですよ。かもしれない、うん、うそうそう。か角になっちゃう人ちょっと丸くなる方と、どっちかっていう感じだと思いますけど。角角になる人って、あの、私が一番聞いて驚いたのは、人のことをボロクソ言う人がいるじゃないですか、あの悪口言いまくる人、うん、なんだっけ。あの ブログとか何とかで 2> あ。2チャンネルとか。はい。ああそ,うそういうの今大流行でしょ言葉で人を傷つけることが趣味な人っているじゃない。SNS を使ってくる、ね。ああ、そうそうそれそれね、その人は人間が嫌いだからじゃないんだ。その人が他人の悪口を言うのは自分が愛せないからなんだって。ドキッとしないか。世の中で一番難しい技術は自分を愛することなのよ。人を好きになるって簡単にできるんだよ。 はい、さっき街角の声でおっしゃってたのは年取って良くなったのはあんまりこう人とっていうのはこれはその人が成熟してきて自分のことが好きになったから人のことが好きになれるんだ<ー>面白いだろ年を取るって、はい、そんなのは人生の後半にしかやってこないんだぜ、えー、そうやって考えるとなんか命って面白いよなはい、うん、さあ睡眠の謎いきましょう 睡眠というのはこれはもう実に謎の多い。ほら本当とは本当不思議なんですよ。生命活動でありまして。だって眠るっていうことは他の獣から食われるチャンスを与えるわけですから。この眠るという休息方法を進化は選んだわけです。抑制を支配するアデノシンは DNA の基本構成成分なのでアメーバーにも眠りは存在する。 睡眠の起源というのはそれほど古いんです。人がコーヒーで目を覚ますのは、そのアデノシンの働きをカフェインが妨害するからで、逆にオレキシンは覚醒を促すが、食欲も支配する。で、睡眠というのは実に複雑な生命現象でありまして、え眠りこそ全ての生活の健康の心の基礎であります。さあ、そして命の不思議であります。 年をとって私なんとはしみじみ思います。寝入りっぱなはね、ものすごく深く眠ってんだなぐっすり眠って。で、3時から4時ぐらいからがもうぐず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 トイレに起きるんですよ、本当に。はい、で、そのトイレに行って帰って、で、もう寝つけねえなとかって思いながら、うとっと寝てるんですね。その時に、ものすごい夢を見てるみたい。ほう。 その夢がとにかく何というのなんかに遅れそう、うん、かなんか恐ろしいものに襲われる、うん、から怖いものが追っかけてくるそれからあの汚い夢あそこで見たうんことか <laughs> もう思い出したくない <laughs> なんか思い出に残るうんこってあるでしょ <laughs> あの <laughs> あるだろう正直言えよ けどああ <laughs> この時間に話すようなことですかすいませんごめんなさいでもなんか <laughs> そうそういうとっとと消したいもの、はい、そういうものが例えばゴルフやってても横に飛ぶというシャンク手応えまでありありと手のひらによみがえるんですよ、はい、失敗過失不潔気味の悪さ、はい、これがね若い頃よりあ 圧倒的に増えていくんです。これ皆さんいかがでしょうか皆さんそういうことありませんかこれはね、やっぱ年取ったからもうなんかどうしてもそういうことになっちゃうのかなとかって諦め気味だったんですが、著者によりますればです。嫌な夢が多いのは悪い夢の方が強烈でよく記憶に残りやすい。 あなたには実は良い夢もプレゼントされてるんだ<ー>ところが、脳は良い夢は簡単に流してしまうんだって。はい、で、嫌な夢はほとんどストレスが原因。うん、で、30代から40代が多い。60代、70代でもという人は、中年にめちゃくちゃ働いてる人なんだ いいたかないけど働いたよ <laughs> 本当にじゃあなんで3四4 0代に多く3四4 0代で無我夢中で働いた60代70代は老いると嫌な夢が多いのかこれもうラストの日にしましょうかはい明日、ね、明日あ発表いたしますこの続きまた明日のまな板の上で武田鉄矢今朝の三枚おろし おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷香奈です。初夢はご覧になりましたでしょうか夢を見るということを3枚におろしてお、えー、ります。寝入りっぱなの1時間半から2時間ぐっすり眠れば、明日、十運時間起きて活動するだけの眠りがとったと。ねはい、深く眠るというのが2時間あれば、人間は生命現象を何とか維持できるということであります。はい、それからあの、 嫌な夢追われるとかね恐ろしいとかうまくいかないから不潔な夢から亡くなった人が出てくる夢とかっていうのはどうもね脳がイメージリハーサルをやってるんじゃないかっていう説が。リハーサル、うん、あの現実で、えー、追われても もう慌てない自分になりたいとか。そういう願望が夢の中で、だから。なんか。何回も見るうちに、だんだん慣れてくるんだよな。はい。<laughs> いりあります、そういうの。あるだろう。夢の中で、それ分かって。あ、もう冷めるから、大丈夫、冷めるから、大丈夫と思うこともあります。はい。なんか、やっぱ変化がゆっくり。現れる。うん、はい。それから。 これは本当にあったことですが、私、61歳で、大学の方から卒業証書だけもらったんですよ。あ、はい。名誉卒業っていうやつで。はい、私は、あのー、23歳の時に大学を飛び出ましてフォークシンガーになるんです。それが、あ、10月のことだったんでありまして、卒業まで2ヶ月で、2単位と卒論。 それを書いとけば教員免除が取れたんですけどももうあなたその頃には金八先生やっておりましたんで大学にも戻れず芸能人ところが60歳になった時大学側から「教員のイメージを良くしたとお前は」。それで免除を渡そうかってう。 私福岡教育大学なもんですから免除を受け取ると教員免許がついてくるん、はい、ところがちょうど教員免許は60歳で切れるんでほ<ー>教員免許は出せないけど、えー、大学卒業した証だけはプレゼントしてあげようってのでも大学側もすごく粋なことをしてくださいましたよねいろいろ言う人があって<ー>それで大学まで卒業証書取り入ったかな 入試の夢見なくなくったのえ、はあ、面白い現実として賞書をもらったっていうのがあって入学試験は見ないの俺大学を卒業してないっていうのはそんなにストレスにはなってないとは思ってたんだけど<わ>案外どっかかで気にしてたのかなそうですよ絶対<あ>心残りとか後悔とかあったんですよ。うんうん そういうことがありますんで、うん、皆さん方も何かあったら現実をほんのわずか変えるだけで夢みが変わるとか、はい、そういうことはあるんじゃないかな、はいうん、最後に武田哲也はですねこの「最高の睡眠」のケツの方でこんなこと書いておりますですな「もしかするとだが加齢とともに不安とか恐怖とか過失の体験 あるいはひどく不潔な光景などをなぞりたがるのは何かそれが生命にとってとても重大な要素なのかもしれない。あのテレビの現場に行ってあっと驚いたんですがね AD っていうのがいるんですよアシスタントディレクターってのがいまして、はい、これがあのもうザックバランに言いますと使いっ走りとかね弁当係とかっていうそのあたりから入っていって 4段階ぐらいに分かれているから、AD っていうのが、昔3人はいたんです。どの現場でも。1番手、2番手って呼んでましたけど。大体の番組で3番手ぐらいまで AD いるんです。最近、かなさん驚かないで。9人いるんだよ。え増えてんですかうん。へえ。なんだと思う。わかんない。働き方改革。えその AD って一番ハードな部分を背負わなきゃいけないのよ。 はい、演出家の八つ当たりも食らうしねう金八時に頭殴られてるやつ何回も見たことありましたよね<ー>これが働き方改革によって睡眠時間をきちんと取らせないと違法であると<ー>だ前はもうすごかったからさ「ーおめえ15分寝たろ」とか <laughs> ああんかイメージそういう感じでしたね本当にもちろんチーフあ演出家の方は一睡もしてないんですけどそれがもう許されない。眠りを中心 とした社会が守りに入ってるただ、この眠気と格闘しないっていう諸君は、ちょっと心配してますとか、使い物になるかどうか。うん、だって、かなさん、ローテーションでくるくる回るから、一本の作品ずっと付き合って終わる AD っていないんだぜ。うん、どれか必ずお休みで眠ってるから。う,かうん。果たしてそれで有効な演出家が育つかどうか。<laughs> う<ん>話バラバラになりましたけども、 スタンフォード式に関しては、もう少し具体的に説明してくださると助かりますって嫌味の感想を一行書いておりますがね、結論でなくて申し訳ございません。来週はまた別のネタでご機嫌伺いたいと思います。この続きまた来週のまな板の上で。